横浜 F マリノスマリンスポーツチャレンジ。 J リーグ100年構想のもと、海のスポーツを応援しようと、横浜 F マリノスはこれまで多くのマリンスポーツをサポートしてきました。5月31日、鎌倉市材木座海岸で開かれたパドボグランプリの模様をお伝えします。スタンドアップパドルボートの競技会パドボグランプリ、10回目を迎えた今年は過去最多の176名が集結。奥田悟大会会長が開会を宣言し、いよいよスタートです。競技種目はご覧の4つ。午前9時、まず最初の種目はウェイブです。波の乗りこなし方、サーフィンの技術を競うウェイブ。限られた時間の中で波を見極め、技を重ねながら高い得点を狙います。狙った波にスムースにテイクオフするため、ブレードをうまく使い、ボードをコントロール。予選を勝ち抜いた選手が戦うファイナルには、中学生も参戦。全日本チャンピオンの選手などに混じり、レベルの高い技を披露していました。ルアーフィッシングの種目では、89センチの巨大アオリイカが本ぶり。そう、この種目はボードに乗ったまま、いかに大きく、なおかつ食べられる魚を釣るかの勝負なんです。大会の楽しみ方は他にもいろいろ。ボードやブレードなどを販売するブースのほか、一般の人も気軽に楽しめるワークショップも人気を集めていました。夏のビーチを盛り上げるタヒチアンダンスも披露されていましたよ。競技はまだまだ続きます。午後一番の種目は会場のランニング種目とも言われるレース。男女やボードクラス関係なく一斉にスタートし、単純にその速さを競います。効率の良いパドリング、ボードを走らせる技術、さらにはコース取りが勝負を分けます。6キロのコースをこぎ終えた参加者たちは爽やかな笑顔を見せていました。日が傾き始めた午後4時、スラロームを含めた全ての競技が無事に終了し、閉会式の時間を迎えました。横浜 F マリノスはこれからも地域スポーツを応援し、スポーツを通して様々な世代、人々が交流する場を応援し続けます。